ガチア食品全国麺巡り藤枝朝ラーメン冷たい醤油味ノンフライ麺に液体スープ火薬後乗せ火薬がついています。麺は細い角断面で冷水にさらすため引き締まった食感でキレがいい印象です。ただ前回試食した凄麺の冷やし中華の麺と比べると尖った部分がなくて口当たりが優しいです。またスープに酸味がないので小麦粉のいい香りを感じられます。スープは透明感がある濃い茶色でカツの旨味がとても強い和風味です。ラーメンではなくそばのつゆにかなり近い味です。甘みもかなり出ています。結構強い味ですが雑味が少なく力感も控えめです。竹肉系の旨味は弱く、辛さや酸味もほとんどありません。円盤状のチャーシューは薄いハムみたいです。ネギは唯一の刺激要素で、もっと香りを効かせてほしいです。同じノンフライのカップ麺で麺を冷水にさらす凄麺の冷やし中華よりも、こちらの方が製品として落ち着きがあるように感じました。